カナン、大丈夫か？ここはどこ？一番下まで落っこちたし、戦争かな。なあカナン、ちょっと無茶をしすぎだよ。もっと自分を大切に。大切にしてどうなるの？好きでもない人と結婚させられて、お城の中でただ年を取っていくだけよ。これは、これはあのようなレンズ。それあげるよ。形見よ。でも大切な形見だって持っててほしいんだ、カナンに。いつかあの流星をまた一緒に見に行く日まで。でも形見を預けるとまず離れ離れになる気がするんだけどな。死んだ方が楽なのにって思うことはしょっちゅうあった。だけどなんとか生きてきて、そして君に会えた。エルサ、本当言うと俺もあの日すごく楽しかったんだ。辛いことも忘れていられた。生きていればそういう思いがけないことだってあると思うんだ。そうね、私もあの日は夢みたいだった。またあの流星を見に行ける日だっていつかきっと来る。だから持っていてほしいんだ、それを。その日のために。わかった、ありがとうエルザ。あれ、二人だけになっちゃった。まあいいか。あの日に世界中を旅してみたいって言ったの覚えてる？うん。この船を奪えばそれもできるね。そうだね。発想が盗賊と変わらん。あ、ロードが始まった。きっと何かあるんだな。いるよ。監視がいる。誰か捕まって。誰が捕まっているんだろう。あ、誰がいた。ユイズ、無事なのか。フラッシュ。なんだそりゃ。外れると何かあるのか。どっちがいいかな。ひし形、花形。ひし形。これじゃないのか。お願いだから早く開けてよ。どっちの鍵だ。呆れられてしまった。よし、開いたぞ。遅かったじゃないか。でもありがとう、助けに来てくれて。この子もちゃんとありがとうの言える子だ。マナミは別の牢屋に連れて行かれたよ。早く助けに行こう。なんて冷静な男だ。そしてカナンのことには一言も触れない。手間をかけたね。で、なんでアルがいるの？瑠璃城からこの船に逃げ込むときにたまたまね。うん、まあ無事で何より。あ、セーブポイント。そうか、まだ会ったことないんだよな、カナンとしては。逆側に宝箱があったりしないよな。すげえ怪しいんだけどな、この裏側、隙間が。やっぱり。あー、でもランダムだ。そしてそれほど大したものでもないが、プラスという文字が見えたぞ。
もレザー、あ、上がるし、結構上がる。防具も鍛えなきゃダメかな。浸水してるな。泳ぐのは嫌だ。エルザに任せたよ。クソ坊ちゃんめ。なんか泳いでる。マナミア。あら、エルザさん。どうしたんですよ、こんなところに。いや、助けに来たんですけど。あ、なぜ。お待たせ。行こう。どういうシーンだ。シュールな光景だな。私たち捕まってたんですよね。ユーリスさんもご無事で。あ、エルザさん、私ここで鍵を拾いましたわ。その扉はこの鍵では開きませんか。開きますね。ボス戦かな。データな。何がで、どこに出たの。上だろうどうせ。気のせいじゃねえ、見つけられなかった。何？待たせたな。なんかすごい食らった。なんか堂々とやってきた。当たり前だ。おお、ユーリスに学んやも。エルザ、お前こそよくやったな。一発ですごいダメージ食らってしまった。それでどうするのさ。シジシジ、陸上からは随分離れてしまったみたいだけど。その船は、クソめの甲羅は速っぽい。なんか一回、なんかすごい、なんかすごいことされてる。これはひどい。広すぎる。ゴーとか。ガードしてくるやつは。いないな。おい。どこにいるのか。一気に9まで上がった。魔法攻撃力プラス1。全員乗ってあるけど、これどうなんだろう。パーティーメンバーだけなのかな。ヘビーレッグプラス1。レザーよりヘビーの方が強そうだよな。あった。パラメータ変わんない。見た目がちょっと変わるだけか。そう考えるとパラメータ何も変わらないじゃん。まあ着せ替えは後でゆっくり楽しむとして、今はパラメータ重視で。もうアイテムは全部確保したな。よし、登るぜ。
いるね。ひどい、こんなこと。見張りをおびき寄せられるか。わかった、やってみるよ。どっちが見張りだ。こっちリーダーって書いてるんだから、こっちになんの。こんな人数があったら魚出るじゃねえか。あ、新しい魔法か。お、アイテムある。クロースレッグソード、ハテナソード。鑑定屋、鑑定屋どこにいるんだろうな。助けてくれてありがとう。あんたら強えな。俺にこれを受け取ってくれ。うん、なんでそんな持ってるの。こい。お、またプラス1。立ち絵ないの、かわいそうだな。フェザー。あ、これパラメータちょっと違う。いかつい。ちゃんと見た目も変わるんだよな。読み込みです。待て。うん。気づいてないんだったら、こうか。こいつら節穴もいいところだな。あ、もうバレた。バーガー嫌がりんぎー。フィニッシュ。あ、もうだいたいレベルが揃った。これで終わりか。ありがとうございます。やったぞ、自由だ。あ、初めの回してたやつか。喜ぶのはまだ早いようだな。気を引き締めろ、エルザ。来るぞ。任せてくれ。いや、いや、しびれるんだよな、どうせ。一緒に戦ってくれ。もう見てんだけだって嫌だ。戦えるみたいな。詰まってる詰まってる。
すごい。固まった。すごい、ガッチリ。フェザーレッグプラス1。先に進む前に取り忘れたアイテムがないかをちゃんと確認して。あるある。金。漕ぎ手を押さえればこっちのものだ。ああ、あとはこの船の頭を押さえるだけだな。そう簡単に行くものなの？こっちから撃って出る。このリフトで甲板に上がり、船長室を落とす。いいな。さあ、行こう。やってることは強盗とかと変わんないな。引き寄せて倒すぞ。はい、いらっしゃい。ちょっと痛い。オーガハンマー、なかなかいかつそうな武器を。オーガハンマー、オーガハンマー、あれ一番上だ。攻撃力ちょっとしか上がんない。これだったら装備しない方がいいや。できた。なんだそりゃ。めっちゃ魔法使って落としてる。アクション。あ、そっちじゃない。早く魔法発動してくれ。じゃねーって。これお前たちは防御ができない。怒られるがいい。結構くらい。パワーヒット。パワーヒット。ヒール、フレア、ヒール、まだいんの？どこにいるんだ。よし、ウィザードキラーだ。行きます。降りれないな。待ってるし、かわいそうに。レベルアップか。
棒っていうかアイテム、ショートカットができた。さっきのは何だったの？サモンって、あ、これ敵を呼び寄せるのか。呼ばなくていいのわざわざ呼んじゃったみたいな感じか。こっちじゃない。となるとやっぱりここだよな。やけに静かだ。やけに静か。誰かいるけど。まあお決まりっつったらお決まりなんだけど、高っ。位置上げるのに600。ダガーも強化してみようか。ダガー3 4 5。強いけどこれ以上派生しない。あんまりダガー鍛えたくないな、派生しないんなら。3で止めておこうか。グルグウェッジ、今の武器がキラーカッターが90。グルグウェッジの方がだいぶ強いな。高いけど。グルグ族が好んで使う剣なのに追加効果がグルグ族に大ダメージってね、なんかひどいな。よし。あ、まだ鍛えれる。もう上げちゃおうか。あー足りないな。そう、グルグウェッジだいぶ攻撃力っていうほど増えないか。キラーカッター装備できるやついないのかな。キラーカッター5にして、キラーカッターできんじゃないの。でも落ちる。あ、そうか、キャラが立ち絵になってないキャラは今いないってことなのかな。オープン2個あるな。どっちから行こう。こっちだ。あ、セーブポイントってことはこっちが当たりっぽい。ってことはまず逆に行ってアイテムがないか確認だ。